スモールコンピュータシステムインターフェース。スモールコンピュータシステムインターフェース、小型計算機システムインターフェース、略して s c ジーは主に周辺機器とコンピュータなどのハードウェア間のデータのやり取りを行うインターフェース規格の一つである。s c ジーを使用可能にするインターフェース装置を s c ジーインターフェースと呼ぶ。暗視、米国企画協会によって規格化されている。 パソコンやワークステーションと周辺機器との接続インターフェースとして、シュガートの差し、シュガートアソシエーツシステムインターフェースを拡張し、暗示によって規格化されたバス型のインターフェースである。8ビットまたは16ビットのパラレルインターフェース。ウルトラスカジーではシリアル型もある。後日の大型のコネクタバス等は近年その役目を終えたが、スカジー規格自体は、 物理的な仕様のみならず、デバイス間の通信プロトコルも規定している。実際に、モダンな高速規格である ATA、SATA、USB、IEE1394、ファイバーチャネル上では、スカジーコマンドが未だに、やり取りされている。スカジーバスは、周辺機器を接続するインターフェースではあるが、コンピュータと周辺機器という、主従関係ではなく、各機器が、 対等の動作をすることを基本として設計されている。入出力要求を行う要求を出す機器、イニシエータから実際の動作を受ける機器、ターゲットに対して指示を行い、その結果を返すという形で動作する。一般にはインターフェース1台に複数のスカジー機器を接続するものであると認識されているが、実際には 複数台のパソコンで一台のディスクを共有するなどの構成も可能な仕組みになっている。すなわち、イニシエータは一つのバス上に複数の機器が存在しても良い。しかし、実際にはコンピュータがバス上の唯一のイニシエータで各周辺機器、ディスクやテープ装置などはターゲットしてのみ動くのが普通である。通常、スカジーバスから各機器のコントローラや ホストバスアダプタまでの接続線をスタブと呼称し、比較上は、おののの機器につき 15cm までが許容されている。また、スカジーバス上での機器の間隔は 25cm 以上が推奨されている。スカジーはバス形式ではあるが、各機器を、樹つなぎで繋いでいくため、ひなぎくの花になぞらえ、デイジーチェーン接続とも言われる。 各機器は一つのスカジーバスに接続しなければならない。また、バスの両端には、信号の反射を防ぐため、ターミネータを接続しなければならない。なお、ターミネータは、必ずしも、バス終端に接続されるわけではなく、ホストバスアダプタやスカジー機器に内蔵される場合もある。スカジーバスに接続する、各機器は、スカジーデバイスと呼ばれる。各々から7。 または15までの番号で区別される。この番号のことをスカジー i d という。通常、スカジー機器は各々、明示的にスカジー i d を設定しなければならないが、スカムという拡張仕様を用いることで、自動的に設定することも可能である。スカジー i d は70、70-158の順に、バス使用優先権が割り振られるため、コントローラの ID は72。 処理が遅くバスを頻繁に解放する機器、テープドライブや CD ロム等に優先順位の高い番号を割り当てる。また、各々のスカジーデバイスは、さらにユニットを8つまで持つことができる。これを、ロジカルユニットという。各、ロジカルユニットには、番号が付けられる。この番号のことを、ランという。ロジカルユニットは、一つのデバイスで複数の媒体を、 持つことができる多連装 CD ロム装置やディスクアレイ装置多連装テープ装置などで使われるもっとも一般向けの機器でこれを用いているのは PDDVD ラム多連装 CD ロムドライブ程度であるため通常の仕様においてはまず気にする必要はないスカジー装置はいくつかの種類ごとにカテゴリー分けされる例えばディスク装置テープ装置などであり それぞれのカテゴリごとに利用できるコマンド類が定義される。これはディスクはランダムアクセスできるがテープはシーケンシャルアクセスしかできないためランダムアクセスのコマンドは定義しようにもできないからである。並列パラレルスカジーでは8ビット幅、ナローでは50芯、16ビット幅、ワイドでは68芯のケーブルを用い、各機器をバス接続する。 バスの両端には、終端抵抗、ターミネータが必要である。ナローでは8台、ワイドでは16台のスカジー機器を接続できる。ただしインターフェースボードが ID を一つ消費するので、実際に接続可能な機器はナローで7台、ワイドで15台となる。なお、スカジー -2 の16、32ビットワイドはナローに、ケーブルをもう1本追加するものであったため全く普及せず、 ウルトラスカジーで廃止され、新たに16ビットワイドが規定された。通常、ワイドといえば、ウルトラスカジーの16ビットワイドを指す。スカジーは何度か規格を更新し、速度の向上や機能の追加が行われている。スカジーマイナス -1 や2という規格名より、ナロースカジー、ファーストスカジー、ワイドスカジーなどという名称の方が一般的である。 また、ウルトラスカジーのことを、スカジー -2 の次の規格のためスカジー -3 だとよく勘違いされるが、実際には、スカジー -3 という規格は存在せずウルトラ、スカジーというのが、規格の正式な名称である。スカジーには、転送速度や、バス幅以外にも、電圧、転送方式による違いがあり、現状、SE、シングルエンド、HVD、 ハイボルテージディファレンシャル、LVD、低電圧作動型、ローボルテージディファレンシャルの3種類の機器が流通している。SE と LVD に関してはピン互換性があり、また、電気的に相互に接続することが可能となるよう、設計されているが、HVD については、電気的互換性が考慮されていないため、誤って接続すると、機器の故障の原因となるので注意を要する。また、 パラレルスカジーの開発は U640、製品化は U320 までで終了し、次世代のスカジーはシリアル、シリアルアタッシュドスカジー、SAS で一本化されることになっている。内部接続コネクタはスカジー -1 時代には規格化されており、スカジー -2 で追加されたワイド規格においてはスカジー -1 からの8ビット幅の50ピンケーブル。 A コネクタとオプションの68ピンケーブル、B コネクタを併用する必要があった。ウルトラスカジーにてワイドの再定義を行い、68ピンケーブル、P コネクタ1本で16ビットワイドが使用可能になった。32ビットワイドを使用するときはもう1本68ピンケーブル、Q コネクタを併用する必要あったが、1つのバスに多くの機器を、しかも、 ケーブル2本使用してまで接続する必要も現実問題としてなく 32bit 規格は理論上32台のデバイスをサポートしている転送速度のアドバンテージも LVD 化により薄れ LVD 規格では 32bit 規格はドロップされたスカジー外部機器がケーブルの接続に使用するコネクタはスカジーマイナスにウルトラスカジーで規格化されナローは D サブ50ピンハーフピッチコネクタ、ウルトラスカジーの16ビットワイドは、内部接続と同じ D サブ68ピン、ハーフピッチコネクタに固定用のネジを追加したものが、使用される。ただ、ピン形状やコネクタ形状、ネジ穴の位置は規格化されているが、それを覆うコネクタカバー部の厚さとネジの切り方、インチネジなのかジスネジなのかには、規定がなく、機器と干渉する場合もある。また、 RAID カードや複数チャンネルを持つコントローラは狭いスロットカバーに複数のワイドケーブルを接続できるようにするため超高密度68ピンコネクタを採用している。スカジマイナス1時代には内部接続コネクタ形状のみ規格化されていたため一般的にはセントロニクスコネクタと同様なベローズ形状のフルピッチの50ピンコネクタが使用されていたがアップルのマッキントッシュや イオメガのジップドライブでは、RS-232C と同じ d サブ2 5 p が、また、日本電機、NEC の PC-9800 シリーズでは、ベローズ形状をシュリンクしたスカジー -2 のそれと、同サイズコネクタを採用している。NEC のユーズ4800シリーズはこれに加え、ケーブル側コネクタの外周部に2つの突起があり、機器側のマイクロスイッチで、 ケーブルが接続されているか否かを判断するシミが追加されている。このため、一般のスカジー機器にユーズ4800用のスカジー機器は接続できない、逆は可能。ターミネータ、終端、抵抗には外部に接続するもの、スカジー機器内部のコントローラー基板上にあるものの2種類がある。また、動作方式として、パッシブターミネータとアクティブターミネータがある。 パッシブターミネータは単に抵抗をバスラインに接続するだけである。一方、アクティブターミネータは抵抗だけでなく、濃度素子を使っている。スカジーマイナス -2 以降は、アクティブターミネータの使用が必須であり、その回路は、スカジーの企画書に記載されている。日本でも、各種パソコンやワークステーション、PC-9800 シリーズ、FMR シリーズ、FM タウンズ、 X68000 や、また、日本国内で販売された、マッキントッシュ、サンマイクロシステムズなどで、ハードディスクドライブ、HDD や、イメージスキャナ、CD r o MO m などを接続する高速インターフェースとして、使われてきた。PC-9800 シリーズやマッキントッシュでは、スカジーが、記憶装置や、入出力装置の標準インターフェースとなっており、 PC-9800 シリーズでは、スカジー接続した MO ディスクからも起動が可能であった。また、マッキントッシュでは、スカジー接続した本体を、外付けハードディスクとして利用する、ターゲットディスクモードと呼ばれる仕様、接続先から起動も可能な仕様になっていたも用意されている。FM タウンズも、登場時は、スカジーを標準搭載としていた。これらの機種のように、 フロッピーディスクドライブと HDD のいずれからもシステムの起動に失敗した場合にスカジー接続機器から第3の選択肢としてシステム起動を試みることができる仕様となっていたものもあり当時潤沢ではなかったシステム次元を有効活用する面でも重要な選択肢として活躍しその一方で PC-AT5 換気では内蔵 HDD は 歴史的に ST-506 を基礎とする IDE が主流であり、主に外付け CD-ROM や MO 等の接続のために使用されていただけだった。CD-ROM についてはコスト削減のため内蔵化され、サウンドブラスターの円形や密密ソニーの独自接続企画を経て1996年頃からはアタピによる接続が主流となった。また2002年以降は順次、 シリアル伝送による規格への置換が進んでおり、パーソナルコンピューター向けでは、シリアル ATA、サーバー向けでは、シリアルアタッシュドスカジー、SAS への置換が進んでいる。MO やイメージスキャナなど、外付けの周辺機器についても、2000年頃から USB1.1、さらに2002年頃からは、より転送速度が速い USB2.0 や、 IEEE 1394にとって変わられた状況である。マッキントッシュ、特に iMac 以降でも同様に HDD や CD-ROM といった内蔵機器は IDE、ID MO やイメージスキャナなどの外付け機器は USB や IEE 1394に置き換わっている。ターゲットディスクモードも IEEE 1394でサポートされている。 高速な処理速度が強く求められるサーバー用途では CPU への負荷を抑えられることから現在でもスカジー接続のハードディスクが主に用いられている。この場合、故障に対する耐性を高める目的で冗長性を持たせるため RAID 構成、RAID1、あるいは RAID5 として用いられることが多い。また、一般用途でも 日常的にアクセスする外付け HDD を増設する場合、USB や IEE-1394 はバスパワー供給の干渉で論理的に切断される現象が稀に発生するため、これを嫌ってスカジーを採用するユーザーも少なからずいる。この場合、現在はスカジー用の HDD が非常に高価なため ATA、シリアル ATA の HDD を スカジーに接続するための変換基盤 ATA、スカジーブリッジ、SATA、スカジーブリッジが使用されることが多い。複数のイニシエータを持つことができることから、コンピュータクラスタのストレージ用バスとして使われている。ストレージを共有することで個々のストレージへのアクセスをモニタするオーバーアットを削減し、異常事態が生じてフェールオーバーするときは、 最終状態が保存されているストレージにアクセスできるため瞬時にクラスタ構成要素を切り離したり代替することができた。これは IEE1394、e、にも引き継がれている。一般向けでもスカジーのハードディスクが多用されていた時代にはドライブユニットは IDE と同じで制御基盤のみ差し替えていた製品が多くを占めていたが近年のスカジーハードディスクは スカジー規格そのものによる優位性ではないがサーバーでの使用を前提とした専用設計となり、昇降系プラッタ採用による飼育速度性能の向上や信頼性確保のため、IDE ハードディスクとは文字通り桁違いの平均故障時間を実現している。近年では、スカジーという企画名称を冠した製品を見かける機械は以前と比べて減少しているが、 スカジーのデータ伝送プロトコルを応用した企画として、前日の SAS、シリアルアタッチ C、ASP、USB アタッシュドスカジープロトコルの対応製品が、また IP ネットワーク技術の進展に伴い、スカジー機器を IP ネットワーク経由で接続するための ISC という企画が IETF において標準されている。従来のストレージエリアネットワーク3では、 ファイバチャンネルが使われることが多かったが、コストが高くなりがちである、ファイバチャンネルに精通した技術者が少ない、などの問題点があった。これに対し、IP ネットワーク機器は広く普及しており、IP ネットワーク技術に関連した技術者も多いことから、ISCC をベースとした3も普及を見せている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。